The tools of insanity. Battle one. Fight. アーボリドのケージステージで。ザコーナーは良くないが、捕まえて、きっちりジャストも入っている。さあトスどっちだか分かんないけど抜けてる。下段、追撃。あとひっくり返して、ガード。よく見た。しかし取り切った白紙さん、一本目選手。シャンレンさん、エディションなんでキャラがコロコロ変わる。ここは、ティラーを引けるんですかね。しかし、クリティカルエッジの性能が非常にいいものを引いてるので、コンボも、謎のコンボが繋がったりしますけど。さあ、オーバーとしっかり返して、下段場所を編んでいる。しかし、ガードゲージ赤くなっているが、効果取り切った。さあ次は夏ですね。浮かしてきっちりコンボ。これ落ちない。トスのガード。さあ一旦間合いを中に戻して、届かない、抜ける。ジャスが反撃の投げは抜けている。出し切ってリーチをかけたのはシャンレンさん。さあここで次はヒルダ。まんべんなく違うキャラをいろいろ引いてくる。さあこれは壁コンになるかな。さあゲージをふんだんに使ってジャストは出ない。ニケガード。さあ重いのが入るかな。ループコンボも完備している。さあこれでクリティカルエッジ。あっとオーバートス。最後は夏を引いている。出し切って反撃が入らない。下段をしゃがむ。さあ壁コンがいかないが、出し切って壁に当てて、これはさすがに KO。 勝ち上がったのは白紙さんのナイトメア。